チン大統領は、要するにね、簡単に言えば今のウクライナっていうのは、ディープステートの対、ロシア戦争の前哨基地、前線基地なの。だからそれを今叩いた。プーチンさんは、そういう DS 叩きに行ったと。だから、プーチン大統領がね、何を戦争目、今度の戦争目的にしているかっていうと読めば、これが、日本も含めてほとんど報道されないけれども、ご承知のように、ウクライナの中立化ということを言ってるわけですね。で、これは、要するに、反ウクライナ、反ロシア政権は作らないでくれということで過ぎないんで、ウクライナを占領しようとは思ってないです。だからね、ウクライナにその四方八方から全面的に攻め込んでるんではなくて、この DS の、まあ、ネオコンですね、の軍事基地を叩いてる。そういう状況なんですね。だから、これを、アメリカと日本、欧米の、まあ、日本も含めたメディアは、DS 側の言い分だけを、報じてるわけですね。